秋田チャンネル始まるよ。秋田来たというところでですね、はい、始まっていきたいと思います。秋田調理師専門学校で、調理師免許の管理栄養士を持ってます首藤と言います。担当科目としては集団調理の実習と、少し座学の方を教えていってます。本日はですね、前掛けの結び方というところでですね、調理師にとって身だしなみっていうところは非常に重要になってきますので、前掛けの結び方を最初に皆さんに説明したいと思います。まず服に今実習服と、実習ズボンを着ているような形 で前掛けこのような形ですね。でこれを大体、腰骨のところぐらいですね。で人によっては長ければ一回折ったりとかして使うことも可能になってます。で結び方なんですけど、今回は十文字結びという結び方でちょっとやっていきたいと思います。でまず後ろに通してここでまっすぐします。で一回肩結びをしていきます。でこの時にポイントが、まずここできっちり肩結びをして縛るっていうところと、上と下ができますんで上の部分のところを、三つ折りに折っていきます。でこの時に交互に折って階段状になるような形で折っていき、ここでまず形を一つ作っていきます。でこの形に沿って真ん中にここに決めて、あとは下から上にこれを結んでいくというやり方ですね。丸めていき、大体2、3回ぐらいで結べて、でこのような形でこれで十文字結びの完成です。でなぜ十文字結びをするかっていうと、動いたりとかした時にですね、肩結びって蝶々結びとかするとですね、その輪っかが、いろんなところに引っかかったりとかしてですね、器具が当たったりとかやけどの危険があったりとかするので、ここで一つ塊を作って調理の邪魔にならないような形にしています。でもう一つの利点としては、ここの十文字結びをすることによって一番最後の下の結び終わったところですね、これをパッと結び取ることですぐに前掛けを外すことができます。で、なんで早く前掛けを外すかっていうとですね、やけどであったり油が飛んできたりとかした時にですね、燃え移りとかが防ぐためにすぐ脱げるように形にしています。でそれに合わせてなんですけど、調理服もなんでこの形になってるかっていうところなんですけど、これもボタンが何個かくっついてるような形になってるんですけど、このボタンもですね、先ほどと同じようにバッて脱ぎやすいようにできるっていうところも含めて、もうあともう一つあるのがこの、糸ですね、丸くなってるボタンの糸がなってるんですけど、このボタンを全部外していくと、一つの糸になります。でこの糸は何をするかというと、包丁で手を切ってしまったりとかした時に止血でくるくる回して止血をするような役目もできてますので、本当に理にかなった調理服になってます。で先ほどの前掛けと同じように下からこうバッとすぐ脱げるような形になってるので、油が燃え移ったりとか火が燃え移ったりした時にすぐ脱げて自分の身を守ることができます。そういうような調理服になっています。であともう一つなんですけど、あとは帽子のかぶり方についてです。帽子のかぶり方はですね、今回和帽子をちょっと使用してやってみるんですけども、まず左の方から上げて、で髪が長い人はですね、必ず前髪を上にかき上げた状態で前髪が出ないようにかぶっていってください。でこのような形ですね。で横からも髪が出ないような形にして、で、滝田調理師専門学校で後ろにネットがついているような帽子を採用しています。で、その帽子で今回はネットがついてないバージョンなんですけど、ネットでこの襟足のところとかですね、全て髪を覆うような形にして、お客様とか料理とかに届ける前に髪が入らないように、異物混入につながらないようにやっております。以上です。それでは今回はですね、帽子のかぶり方、調理服について、あと前掛けの結び方について説明していきましたが、これから調理実習とかをですねしていく上でも必ず前掛けはきれいにして、前掛けと調理服とかですね、帽子は全部きれいにして、シワのない状態でやるようにしましょう。そして身だしなみを心がけることによって、将来お客様にですね調理師として接するときに、安心感であったりとか信頼感であったりとか、
清潔感っていうところをですね、あのお客様に与えるいい印象にもなりますので、まずは身だしなみをきれいにするところから心がけて調理実習に臨んでいきましょう。またお会いしましょう。新しい自分と巡り合うために、ここから一緒に踏み出そう。滝高く